トウキャバンオブシャベリド,おしゃべりドフレーツレス。 はい、リスナーの皆メさん、こんばんは。こんばんは。はい、一週間で最も無駄な時間。時間ねえね、えーはい、おしゃべりトープレスのお時間ですけども。まあ、はい、新年明けましておめでとうございます,です、ね。ありがとうございます。うん、もう、はい、あの、この FM 小田がね、はい、あの、1月の3日まで休み。 そうですね。だったみたいで、その次の週の今日からね、我々は一発目ということでやっていくんですけどもね、あの、ま、あの、ま、去年からずっと言ってるんですけど、この番組、あの、打ち合わせなし、台本なし、もう、あの、喋りたいことを喋る1時間なんで。もうドフリーですから。まあ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 、もう新年からどしどしメールの方もお待ちしてますので、お寄せください。 フリーですからねフリーですからオールフリーですからねもうもうもうノンアルコールですからもういやいやおかしくないからオールフリー状態ですからもうアルコール飲んでやりたいぐらいですからねもしもしお待ちしておりますメールアドレスルる761アットマーク FM コザト .jp までお待ちしてますいやもう新年ね明けてもう10日経つんですけど明けましたね年末年始増でしたいやご存知の通りああそうですよね まあ交互に家族交互に体調崩すっていう今日まであ今日にまだ開けてないですまだああまだ開けてないです風邪ひいちゃってね風邪ひいちゃっていやもう年末年始ねあの毎年のことなんですけど僕もいろいろ大変なことが多々ありましてはいはいはい私事ながらはいもう参ってる始末なんですよなるほど事件が起きすぎて事件が起きすぎてあの。 この、年末、31日大晦日ね。はい。我々、あのー、まあ、お店に、来てた人と、はい、みんなで初詣に行くっていう、僕が決めた儀式がある何その、あの、<laughs> あの、AKB よりファン大事にするような、<laughs> あのー、企画を。はいはいはい。で、まあ、今年は、まあ、二十人ぐらいですかね。まあ、男中の、すすね、まあ、女性十ぐらい。 大みそかに大みそかに栄治先輩のお店にあ集まった人たちでみんなでその近くに神社あるんですよもうあほそうなんだもうもう歩いて徒歩もうそれぐらいかな23分ですよえはいはい神社があるんでみんなでそこに行くんですけどはいえ何時ぐらいに行くんですかそれはえっとねもうだいたいお店が一時に終わるはいでまああじゃ年越すんだお店あそうそうお店でカウントダウンしてはいであの いきなり神社はもう混雑であなるほどなるほど多分3時間待ちとかなるんだねはいはいはいもう大晦日開けたばっかりだから一回カラオケ行って挟んでそうそうみんなでパーって歌ってでまあ3時4時ぐらいにこの神社に行くとはいはいはいでこれまたお決まりなことがあってこの手洗うなんか水清める水みたいな清めの水があるじゃないですかはい あれを僕があの若手に頭からかける。いや、若手って誰かすか芸人か何かですかお客さんでしょ僕初めて聞きましたけど、若手、あの、お客様を若手っていう。それ従業員の話じゃないんだよね。まあ、もう、これもまあ、毎年のことなんだなるほどね。もうあの、若手は、はいはい。エさんお願いしますって感じで、もう頭を出して。なるほど、あの、注入みたいなもう、感じで。そう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 。定番になってるわけですね。そうそう。はいはいはい。 で、今年はその、分かって二人かな、去年はまあ、四五人バーってやったんだけど。今年はもう、二人、まあ、ばーってやって、まあ、そのばーってやってる間も。まあ、ちょっとざわついてるじゃないですか。というと、えっと、あの、わちゃわちゃ二十人もいるんで。あ、メンバーがね。あ、そうそうそう、わちゃわちゃしてるんで。やっぱ、周りから、はやっぱ、ちょっと、なんか、白い目で見られるんじゃないですか。はいはいはい。新年とはいえ、なんなんだと。はい。 で、まあ、そのかけるって言ったって、はい、そのただ頭にかけるだけじゃもう全然面白くないと。はいはい、僕は服の中までいきますから。なるほど。清めの水で。あんなちっちゃいひしで。<laughs> <laughs> <laughs> あんなちっちゃいひしで、<laughs> あのー、びしょびしょになるって言ったら、5、6回以上かけないと。そうそうそう。大変ですよ。<laughs> <laughs> で、やって。はい、で、この、参拝するんですけど。はい まあまあ、うちのお客さんがまずみんな参拝して。で、最後に僕が、あの、まあこれももうもう毎年これなんですけど、もう本当にでっかい声ですよ。で、一曲、曲を歌うっていうのがもう、嘘でしょ。嘘でしょ。いやいや、え、ま、あの、何一小節何なのこの一番、それによる。いや、一小節。ワンフレーズ。ワンフレーズを歌うっていう。はの、まあまあ僕、この。曲は決まってるんですか四五年やってて。毎年曲は決まってるんですか この曲もその時降りてきた曲をやっぱ歌うんですよなるほどなるほどの今年降りてきた曲をちょっと元日にはいはい元日にね降りてきた曲を歌うんですけど「紅白」みたいなもんですよファンからするとそう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 もううちの従業員とかは全く てるやつもいいいますからねははは今年はなんか今年の漢字一字みたいなあそうそうそう風物詩になってるわけですよとりあえずまあうちの従業員の女の子はもう4歩ぐらい下がってるわけなんですよもうもう見てらんないとはいはい賛否両論ありますよもうなんかその知り合いとも思われたくないみたいなるほどであのまああの男の従業員の子は「えさん今年もちゃんとやってください」みたいなあなるほどなるほどで今年はねあの ウォーウォーツナイト。出た。元日に降りてきた。時には起こせよ、ムーブメント。ウォーウォーどの部分歌ったかによりますよ、僕は。いや、ここだけですよ、もう。ウォーウォーツナイトも全力で歌って。僕は大きい声でがっかりさせないところを歌ってほしかった。いいやや。期待に応えて。あれ、わからないんじゃない大声で歌える場所じゃない。で、ウォーウォーツナイトをそう歌って。で、まあ、あの。 遠いところから拍手があったりしてね。なるほど。逆にみたいな。はいはいはい。あったりして、あの、やったんですけど。まあまあ、気づいたら、はい。要は、要は、ウォーボーツナイト。はい。っていうのは、はい。その日の夜じゃないですか。はいはい。ツナイトだからツナイトだから。はいはいだからその元日に歌う歌ではないんですよ。だから。はいはい明けておめでとうの、はい。日の夜、ウォーボーツナイトだから。エイジそこまでこだわらって大丈夫だ。 そこまでこだわらんで大丈夫な来年からちょっと考えようかなと思って。なるほどね。降りてきた曲じゃなくて、前もって。前もって。降りてきたのが、フォー o ー t ナイトなんだけど。そしたら、1日の夜じゃないですか。そうだね。今は元旦だから。はい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 。w o 朝じゃないですか。もうもうモーニング t ならないといけないじゃないですか。歌うならねもうモーニングコーヒー飲もうよ。 そうそう <laughs> 神様の面前で言うなら、はいはい、ウォーウォーモーニング、い。<laughs> 今年もよろしくお願いします。はいはい、だから大変ちょっと考えないといけないなそうですね、やっぱり準備は大事ですからね。うん、思ってましたけどね、リスナーの皆様は、この、なんていうんですか、年末年始のね、この、はい、31から1日に開ける時ってね、だから僕はもう、はい、ここ8年ぐらいずっとお店なんで、はい。他の人がどういう過ごし方をしてるのか、全然わからないんですよ、どんな感じですか確かに 31日なんて言うの僕はもうその家族で実家にああみんなでそうそうそう,そう,うあのまあ今僕の兄弟夫婦とかあとはまあ僕の両親とかああはいはいっ、は、て、い、いう感じであのもう本当にまったりというかうあ家族でねはい聞いたのが間違いみたいな顔する何もないやんねみたいな <laughs> 何もないっすからこれ僕あのはい、はい よく思うんですけど家族でね元旦を例えば年明けましょうってなるじゃないですかなんはすに構えた親戚の人が来てみたいな家に来てにもかかわらず寝るみたいなまたがずに酒飲んでまたがずにあるあるかもしれないです親族が確かに女優の金期間っていう。 確かに、うん、な,いないっすか何か何かっすかじゃあだからあのー、この家族でね、はい、なかなか過ごすことがなくてうんだからまあ元旦1月1日ね 1>、はい、明けましておめでとうございますってやっぱ言うんでしょだから言う言う言うもちろん子供も起きてますからあそうなのはい頑張ってえ年越しそば食べてなんつってあそうそうそう6時7時ぐらいから食べてうん来陣とか 大テレビですよ格闘技とかね「紅白」とか行ったり来たりし行ったり来たりテレビな台つけながらみたいなうんそんな感じですよ本当とにじゃあまあいい感じの正月だったんですねうんまあまったりというかそうそうそうでこの「紅白」ねはい見ててあの去年に引き続きなんですけどはい今年も x ジャパン n ああはいはいはい出ててうん で最近、ちらほらね、y o s h i さんがテレビ露出がちょっと最近、多くバラエティ出てますね、昨日も出てましたし、そうそう、バラエティの多く出てきてて、この僕の後輩がね、4つ下の、かわいがってる後輩が、でも、ガチなトーンよ、エイジさんと、俺、グラサンしていいですかみたいな、もうもう、もう、もう、もうちょっと違うよっつって。 もうちょっと待てと、もういいんだけど、どうぞいいよ、まず、まずいいよと、そこは言うんだけど、まずいいですと、で、あのグラサンは、XJAPAN の y o s がして許されるグラサンだと、そう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 、ねそうですよ、だから EXILE アーチさんとか、あ、そうそう、これ決まってるんですよ、もう大体キャラはも決まってるわけですよ、あのガクトさんとかね、あれはグラサンサイドも、もうなんか、特許というか、 この人のためのグラサンというかそう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 いうそうメーカーから提供されてるようなそうそうそうじゃないとちょっとおかしくなっちゃいますよねだこいつは奥の後輩はこれってモテると思ってるんですよなるほどこれは僕が前結構前に話したやつですよああちょっと似てます似てます僕が信号待ちで止まった車で横向いたらカップルで10時ぐらい今ぐらいの時間ですよ真っ黒のグラサンかけてたっていう。 あのマジかっていう <laughs> そう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 だからね、うん、あのそういうことじゃないんだよねだからそういうことじゃない、うん、あれは一生ですからあま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 あそうそうあの芸能人の方はそうそうそう,うん、うん、それはちょっとねって、はい、であの、うん、こいついわくなんか賞賛悪あるだしい、はい、目が見えないって <laughs> イコールミステリアスな男、はい、イコールこの x ジャパンのラスティネイルまでこいつはイコールで繋がってるんだよラスティネイルまでね x ジャパンの,のイコールで繋がってるからそういうあのたわけなことを言ってるんだけどはい、はい、なんかなーいやーなかなか難しいですよ、うん、一般人が夜サングラスかけてモテるってことはない <laughs> それはないないな、ね、ないないない だからね、あのー、もうあ、あれだったらいいんじゃないなんていうのうん、この、ヨシキさんのグラさんとかは,はい、はい、ちょっとなんか、かっこいい系じゃないですか。かっこいい系、はい。でも、あそこはもうヨシキさんがやってるから、<laughs> はい、あれのサイズを細めていったんじゃない極細に。<laughs> もう、目より細いぐらいのグラさんやったら、<laughs> 昔のヤンキーみたいな。あ、そうそう。あれよりも細いです。目の方が出てるんだから、そうい それこそもう一人で歩けないですよ <laughs> もうそんなことしたら、ね、<laughs> 行っちゃってくれた方がいいんじゃないかなとまあ行くなら行った方がいいですよねうん行くなら行くならないとことんのあのパリピみたいな <laughs> あ,あそうかね、あのー、電話番号教えてみたいなあ,あそうそう,そうあのレンズに書いてるやつ、ね、あのー、バーバラさんがよくやるやつバラ <laughs> ねええやるねいええ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  あれぐらい言ったらいいんじゃないかな。それぐらい突き抜けるのと、あとはそのメガネ、うん、やっぱグラサンの種類がやっぱ二重は必要だ。<laughs> 定着させるね。うん、うん、こいつがガチのトーンで言ってるからちょっと笑っちゃってさ。はいはい。これ新年早々ですか？新年もう一発目ですよ。だからあの年明けた後紅白見て、はいはい、あのなんか。あ紅白見て。多分世代もはい、はい、これ X ジャパンの世代じゃないんですよ。 あなるほど、なるほど。僕より下だから。もう三今三十ぐらい。一週回って衝撃受けてるんそうよ。あ、そう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 。で、あれ、かっこいいな、に行き着いてるんですよ。なるほど。我々だったら別にそんなことならないじゃないですか。あれはよシきさんだからできるという。そうそうそう。もともとスターですから。あ、そうそうって感じでしょ。で、この若い子は、もうその多分、XJAPAN さん曲もまだ、そんなに染みてないというか。はいはいはい。うっすらぐらいで。で、パって、その、見た感じで、かっこいいな な甘いなちょっと甘いよね甘い甘い全然違うよカリスマはやっぱりなかなか出せないあそうそうそうだからもうマネしちゃいかんというだからんかたまにいるじゃんあの小学生でさ一応モノマネして振り子だこうやってるバカがそんなんじゃないよじゃ。全然違う生き方だから あるだからミステリアス演出したいんだったらヒゲめっちゃ伸ばして三つ編めばいい <laughs> それを演出したいならそれぐらいやらんといやいやいやそれだとしてそ,それモテるかね <laughs> いやいや,いやミステリアスを演出したいんだったらあのヒゲを三つ編めばいい三つ編めばいいと、はいう、はい、あのね、うん、今すぐね、うん、ラッパの D ・オークみたいな <laughs> この三つ編みい <laughs> <laughs> そうそうもしくはねこう後,ろ <laughs> 後ろからこう三つ編み出すとかねだから我々ね、あのー、もう常にこの放送で、うんあのー、例えばモテるためには突き抜けなさいよってさんざん言ってきてるじゃない,はい、はい、何かの分野で何かの分野で一回だから来週だから我々もあのーはい、この身で我々もちょっとこれ

飛び抜けたね。じゃあ突き抜けたらちょっと格好してこようかな、ねはい。なるほどなるほど。あの少年ジャンパーでしょ。ある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 。ジャンプをつぎはぎでこうやってくる。<laughs> どういうこと。<laughs> T シャツに T シャツにジャンプをつぎはぎにして。あのジャンプのマークのヒゲにして。<laughs> <laughs> あの背ビオにあるマークジャンプのあのあのヒゲとあの何眼帯。<laughs> <laughs> 赤穂はそっちにしてあとはもうジャンプのいろんなその模様でやってくるっていうのそれはなかなか突き抜けてますよありますかねで,かあま,かねでまあジャンプだけだったらまあ誰もやりそうじゃない,い言うてもいや誰もやるでしょああジャンプねってなるじゃんまあまあはいはい、はい、だからあのジャンプとこのマガジン このもう絶対流行愛まみえないまみえないこれジャンプマガジン俺全部食べるなるほどねまみえさせるんだ一人でマガジンとジャンプをジャンマガみたいこの頃も入れてほしいあの下半身いや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 っち断片入れいほしいい <laughs> 右足に。今もう絶対10代ポカンですか,そかどっち断定どっち断定はね。うん、俺陳年、ちんねんくんね。あ、ちんねんね。はいはいはい。<laughs> いいですね。ということで。えここでオープニング曲いきたいと思います。<laughs> えー、新年一発目のオープニング曲、こちらですね。ええー、ヒルクライム、大丈夫どうぞ。 本日も FM こざから生放送でお送りしてます、トークシャワーのおしゃべりドープネスなんですけどもね、はい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 。エイさん、メール来てますかああ、来てますかじゃ新年一発目のメールということで、お願いします。はい、今しも新星さん。ああ、入りましたね。エイさん、文一さん、もう部屋、き飽きたかと思われますが、いや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 、新年明けまして、おめでとうございます。ああ、どうもどうもどうも、ありがとうございます。なかなかの長文なんでね。ああもうもうゆっくりいきましょう、ゆっくり。 自分の年末年始は、はいえー、30日まで仕事と忘年会で、はいえー、それ以降はね正月を過ごしていました。うん 半分覚醒状態の二度寝と寝起きに背筋を伸ばす動作にハマった正月となり、自堕落なのは自覚していましたが、正直気持ちのいい正月になりました。どっちやん <laughs>？お二人はえ今年のお正月はどうでしたか？まお二人にとって理想的なお正月はどんなものでしょうか？よろしければ教えてください。今年もラジオ頑張ってください。はいどうもどうも今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。うますもうご丁寧にね。うん。はい 第三のトークシャワーって呼んでますからねあのねその気持ちよくわかりますはいはいあのこの正月とか例えば酒飲んで疲れて寝ますで例えばですよパッて起きるじゃないですか夜寝て今がこれは夜の薄暗さなのか朝の薄暗さなのかわかんない時ありませんまあそれどっちだ これはどっちなのと今何時時計見ても分からんと <laughs> どっちだろう <laughs> なのと <laughs> 相当最低な生活送ってますよそれ <laughs> いやこれがね一番なんかやっちゃったなと思う時なんですよ要はだから例えばこの冬ってもう6時ぐらいにはもう暗くなるじゃないですか <うん S 2> あなりますねね。<はい S 1> でパッて入れたら例えば僕も行ってた時10時間ぐらいバッて寝る時もあるんでなるほどはい今はどこの6時だと何日の6時だと <laughs> はいはいはい <laughs> なるほどね <laughs> 夕方の時だと徳下君になりますけどまあそういう感じで過ごしてたんでしょうね新聞社さんはそれがいいんじゃないですかね正月がね僕もまあそんな感じだったんでまあもうだらだらしたいですよねただだらだらをそうですね年齢的にもだからまあこの正月僕はもう常日頃もう決まってるんですよもう行ってももう 二日に野球あってみたいな。ああなるほどなるほど。あの中学校の高齢のオービーのあれがあって、今年は三日もこの野球があってみたいな。ええ。あで、あそうあの三日はねあのこの今プロ野球で活躍してるあのオリックスかなの日川本気選手ってねあのまあ今三十僕の一個上なんですけど現役でやってる方のあの。 激励会じゃないですけどみんなでやろうみたいなこれはもう母校なの僕の一校目の先輩が今もう現役でやってますからオリックスで比嘉元樹選手ねがやっててでこの比嘉元樹選手のためにみんな集まれみたいなそういう一人ねメジャーというか頑張ってる人がいると集まりやすいですもんねでまあ集まれなくなったんですけど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  で、紅白戦しようみたいなみんなで。はいはいただまあ。現役を連れて紅白戦しようと。あ、そうそうそう。やろうぜってなったんですけど。あの僕はもうちょっと寝坊しても。はいはい。あの日頃も。先輩ですよ。まあまあまあ、疲れもあったり、まあいろいろでちょっと遅れていったんですよ。はい。別もう焼きも置けないし。はい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 。まあそんなに真面目なやつじゃないだろうと。うん。まあまあまあ気楽に行こうぜなんて1時間ぐらい遅れていったら。1時間結構。そうそうそう。はいはい。 なんとね16人しかいなくて紅白にできてない紅白になってないってそんなことあるいやいやいや8対8だから味方が一人守りに行くみたいなそんなプロ野球選手がわざわざ規制してるのに人数足りないなんてことがあって失礼だねそれは失礼本当に <laughs> そんなことあるっってびっくりしましまた、ねね、あそう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 いう正月でした、ね、でもまあいいですねこの毎年恒例な行事が決まってれば、うん、ってって,言ってもねこの野球ね、はい、はいはいもうあのー、いろいろやってるんですけど、はい、もう動けないっすよ正直はいなるともう体がもう痛くて痛くてね投げれますかボールは いや僕、現役の時サードだったんですよ。ああ、はい、でしたね。三塁ね。で、今もまあ、時にサード守るんですけど、サードが一塁に投げるじゃないですか、サードって。もう、肩が痛すぎて、一塁までいかない、ピッチャーマウンドでツーバウンド越ししてるんですよ。ピッチャーマウンドに、このボールが当たった瞬間に、俺はもう野球とはおさらばだなっていう。向いてないな一塁まで届かないんだよど。まあまあ、そうなりますよね。うん もともとなんかエイジサードっぽくないもんね。大きいからね。ファーストとかそういう感この向いてるような気がするんだけど。よね。で、うん、まあこの正月はゆっくりするのが一番まあ一番いいですよ。正月いいしか休めないですから 1>,、ね、1年間でこんなに休みがある時ってやっぱないので。 でなんか時代も変わってきて、昔はなんか正月は家で待ったりみたいな感じだったんですけど、今もいろいろ空いてますからね、お店も、割と。ああ、なるほど、なるほど。あの、デパートだって何たりだよ。いてからやっぱり福袋とか。ああ、そうそう、割と空いてんだよね。昔は割となんか閉まってるところも多かったけど、居酒屋さんとかも割と空いてて。で、逆にもうこの規制組が、この、1、2、3ぐらいなんか、ざわつき出すみたいな。はいはいはい。 まあまあそうなんですよ。ね。規制組が、もうあの、体力を奪、奪うんですよ。で、そうそうそう。そうそうそう。だから向こうは、あの、久しぶり。そうそうそう。っていう。だ温度差があるのよ。こっちはもうやってるとこ、沖縄でも。はい。ね。で、向こうはこの本土から帰ってきて、久しぶりだから。これ楽しみに来ますから。あ、そうそうそう。はい。その、温度差を感じてほしいよね。感じてほしい。こっちはこっちの生活、リズムでやってる。リズムでやってる。そうそう。本当そう。そこに、ちょっとね。 本当に入ってきますから。うん。あの、なかなか大変ですよ、それは。またその規制組が、あの、久しぶりなのにもう一回行っちゃうのなんて煽ってくるんですね。そう。ほんとそう。だから、大体その世間の嫁は、あの、県外の人嫌いですよ。あの、沖縄出身の県外の人。大体、それ言い切って大丈夫大丈夫、大丈夫、大丈夫。嫁、嫁じゃないですよ。大体沖縄の嫁は、あの、 出稼ぎとか内地に就職してる人嫌いですからああなるほどねあれはねだからこの飛行機で帰省沖縄にこのね帰ってくるときに温度をちょっと合わせながら帰ってきてほしいよねだから向こうもテンション上がりっぱなしでくるじゃんはいはい気温からまず合わせてほしいよそうそうそうジャンパー脱ぎながら機内でこう気温から合わせてほしいよそうもういけるだろうみたいな久しぶりなんですい。どうなのみたいなうん いやいや、どうなのじゃないと。どうなのとかじゃないんだよ、ともう。言いたいね、俺はこっちはこっちでやってる温度差ありますからね。本当に。そうそうそう。まあまあ、楽しいのはありますけどね。そうそうそう。まあ、これはもう、あるあるというか、この、あるあるですね。この規制組が、この、友達とかがね、この、我々、ダイヤを乱す。あ、見た。この正月のダイヤをかき乱すっていうね。 見出しますね。で、規定組はもう、期間、あ期間がもう決められてるでしょ、だから。うんうん、決められてる。もう大体まあ。自分たちの代は決まってるそう、3泊4日ぐらいで、要は帰ってくるわけで、この一2、三4に、彼らはもう詰め込むじゃない。詰め込む。いろいろ。はい。で、そこに寄せてくれ、みたいな。はいいいやいやいやよもう寄らんぞと思う。この年なると思う。いや、僕も逆で、うん。ハワイだったらそれはそうなりますよ。 あなた何回目沖縄帰ってくるのって話です毎年だから毎年だから20から毎年14年ぐらいやってるでしょそうそうそう落ち着けと言いたいよねっていうのはありますねでも最高の正月の過ごしでも旅行とか行ってみたいっていうのはああ行きたいね行きたいね確かに確かになかなか県外で年越しっていうのは経験ないんでああはい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 たまにはね 沖縄だったらね、割とあの女村の方で花火が上がったり、これいい、まあ、いいってど,ど,どうしようかな、まあこの合わせても上がるんですよ、僕の地元の。あれ、県総合運動会から打ち上げてるのかな、なん合わせてパーンって上がるんですけど、これがいかんせん、はい、なんか、パ,パーンみたいな。 二発ぐらいなんですよ。ハッピーニューイヤーパパーンみたいな。もう、空砲なんですよ。開けない方がいい。空の方とか言って空砲なんですよ。やるならもう、どっか行く。もうクラッカー的な。あ、そうそうそう。パパーンえっていう。なかったっていう。追いつかんっていう。あ、そうそうそう。なるほど、なるほど。っていうのが。えありますね。なるほどね。

消してるんで文句言おうかな。そうなんだね。うん。いいですね。いいどしどしね。はいはいまだまだ受け付けてます。ドフリーなんで。はいはい名のもお待ちしてます。うん。正月も終わってねだから一月ねまあこの辺ぐらいでね中だるみすんだね一月。ああ僕もねあの今週からま仕事始まってるんですけど。 スイッチ入らないですもんね、なかなか。あ、いいんじゃないもうなかなか長い休みが。入れないまま、12月まで行ったんじゃない今年はスイッチ入れないまま。いやいや、あの、入れさせてよ。それは。いやいやいや、いるわ。いるいるいる。いやいや、僕の一年にあいるよ。あれを欲しいよ、この。わかる。こういうね、人いますよ。あの、スイッチ入れるとかさ。はいはい。あとね、あの、 オンオフがはっきりしてますねとか言う人いるじゃんはいはいいるいるうるさいとお前のオンオフはなんだそれとオンを見せろとじゃない大して変わらないじゃないかとオフだろオオフフからそれってさもうだから例えば言ったら まあエグザイルぐらいですよ、言っていいのは。ああ、なるほどね。あの、パフォーマンスがある。はい,はいはいはい。でやって。スキルがある人の話そうそうオフはゆっくりしましょう、つって。あれをもう、今、みんな、当たり前のように使うじゃない。ああ、はい、一般の人もね。あオンオフ。いなはいはい、はい、俺、オンオフしっかりしてるから。<laughs> 違う、違う。違うよね。<laughs> 違う、違う。お前のスキル、オンにしても、それ微増だぞと。そういうことですかそうそう。お前のオンは、俺のオフだからなって言いたくない。<laughs> <laughs>

セリフではないですよ。はいはいはい。名言ではないですよ。いいってことわかります。自分で俺オンオフあるからは俺違うと。確かに。あ、なるほどね。自分は次第人に言われるもんだよ。あ、そう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 。俺頑張ってるぜと一緒で。あ、そうそうそう。エイジ頑張ってるなでしょ。あ、そう。人に。うん。なるほどなるほど。俺頑張ってるぜじゃないっていう。はいはいはい。っていうところです。確かに。ありますかね結構ありますよね。その、お前が言うなよシリーズみたいな。 それ俺が言うからみたいな飲み会で後輩が「いや今日は無礼講ですから」みたいなああお前が言うからいる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 とかねああそれいるわ後輩いるいますよねこんな子はいるわ今日は大丈夫ですよねうそだからあのまあこれねはい僕全然厳しくないですホントに一人優しくやってるんですけどうちの子の男の従業員ではい 1年に1回だから今日いいじゃないですかみたいなお前1年に1回だからしっかりせえと確かに確かに今日の飲み会はパッと行きましょうよみたいなもうバカ年に1回しかわんのに失礼にしとでしょでしょそういうこと毎回会う人だったらいいよそうそうそう会う後輩だったらもうエイジさんとあそう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 今日はもう行きましょうねあそう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 そんですよそうはお前が言うなうそういっぱいあるそうそいそう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 そ 本当に。お前が言う。そうそうそう。募集したいですね。お前が言うなよシリーズ。それいいっすね。うん、そうそう。あります。ああ、まだまだ来てます。あ、来てます。はい。えっと。あ、またまた、は、世の中の銀のホタルさん。はい。冗談。ちゃんとお二人さんの声も聞いてる。あ、ありがとうございます。 ああ、そうなんだよね。うん、まあ、まあ、まあ、正月ね、うん、まあ、楽しかったですけどね。あっという間ですね、でも。あ、あと、あ,あ、一旦 C. M. 行って、はい、思い出した、話、思い出した。一旦 C. M.。こんな番組だけ、ちょっと我慢して、一旦 C. M.、はい。<laughs> あれで、はいいねばギリギリ。<れ> CM も若干変わってるああそうだね、うん、新年番の40分か今日なんかいい感じでこう <laughs> 20分大きいね <laughs> この前もギリギリ,ギリ <laughs> 詰め込ん詰め込んどくそうだ、ね しゃぶりが来てる。あ,あ、あいいんじゃない。い,い,んじゃない,いや、やめたほうがいいな。<laughs> <laughs> はい、えー、今日もですね。こちら FM エム口から生放送で放送してます。はい。ええー、読者のおしゃべりトップの専門の、もう残して、これあと15分ぐらいでございますけど。はい、あのー、そうそうそう、思い出した話だったね。はいはい あのー、もうなんですか僕なんかもう今年で35になるじゃないですかあ今年そうですねうんありますねであのー、僕もねこのもう毎日のようにね、はい、このもう友達というか、はい、30代の男の子なんかともつるんでは飲みに行って遊んだりバーってってもう本当にはいはいはい 日々というかね。大変ですね。もう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 、あの。ボロボロじゃないですか、感じが。そうそうそう、可愛がってる子たちなんかと、飲むのがもう楽しいんですけど、あの、最近、あの、またよく一緒にいるのが、この、ミックスって子がいて。ミックスど、ど、メキシコとどこフランスのあ、違うちょっと話すとね、ちょっとこの、 まあ、ミック入り口から強いよね、ちょっともう、あの、悪が強いというか、この話の。ミックスっていうね、あの、子が、最近よくつるんでる子がいるんですけど、こいつが、なんか、壁というかね、はいはいはい。面白いことやってくるんですよ。はい。例えば、この、飲み屋さんに行くでしょ。行きますよ。このお姉さんがいるところに。あ、キャバクラ的な。キャバクラ的なところ行ったら、このミックスは、あの、もう顔見たことないですよ。 ナンバーワンの子読んでくれみたいなああなるほどなるほどって言うんすよめっちゃかっこいいじゃないですかそんなこと言ったことないでしょ俺も本当ないわけ人生で一度も言わないフレーズでしょナンバーワンの子読んでってでもこいつはそれをよくやってるみたいだ俺が店員だったらムカつくから聞きますけど売り上げ体格トーク 何がナンバーワンそんなやついたら。そうそうそう。なかなかでき俺はもう乗っかるわけ。あ、面白いじゃん、お前と。確かに、確かに。ね。そこ否定してももうしょうがないから。おーおーと。で、もうそもそもが、もう釣りやってないわけなんですよ。まあ、そんめっちゃイケメンで。あ、ミックス、そっ、大したことない。ミックス、顔かっこいいけど。おー、はいはいはい。うん、顔かっこいいね。なるほど。 かっこいいけど、まあ、あの。どうなのっていうね。あの、それで。あ、そういうなんかやり方があるんだみたいな。うん。なるほど、う指名代。出しますみたい。はい、はい、はい。ね、まあ、この前なんてさ、あの。ナンバーワンの子が、もう指名三個かぶってますと。おお、すごい、すごい。ね、やっぱナンバーワンです。それは。ね、で、普通だったら、もう三個かぶっても。う、 いいですってなるじゃない普通はなるこれ4個目を指名したからマチ待チですすごいねだからもう責任つくろうなんてもうだから12分なわけ例えばこの子を今まで何回か来てあっそうそうそうっていうことじゃないんでしょじゃないじゃないなのに4個も待つのあそう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 あ、もう指名が4つかぶってるから例えば違うお店に行くとかそういうのはなくなくもう行ったお店で穴場の子お願いしますみたいな で、店員さんが、あ、すいません、ちょっともう、3組も締め入ってて、あ、なるほどもう、ちょっと席につかないかもしれないです。まあ人気ですから。そうそうそう。い問題ないすよ。あの、お願いします。みたいな。はいはいはい。お前、お前よ。ど、ところ誰かも会ったことない人が、1分来て、それならって去っていこうでしょ。そんなことあるっつって。四組待ちね。4組待ち四4組待って。それ楽しいか、お前、みたいな。はい。で、目的は何なの、ミックスの。 だからなんていうのこの一流志向じゃないけどみたいなはいはいんか例えばあのまあ吉 o さんじゃないけどワインもはいんか一流のいいやつみたいなはいはいはい感じなんですわからんなお前なるほどお前2位3位に失礼お前なんかそれみたいななるほどなるほど で、こいつがこんなわけのわからん指名の仕方をするから俺は来た子がそりゃナンバーワンと思うじゃないですかはいはいはいついに来たかと意味わかりますって来た子がこの子がじゃあこのミックスの隣に来た子がナンバーワンの子だなと思ってあすごいっすねもう指名3つかぶってるんすねああなるほどナンバーワンってやっぱすごいっすねはいいや私じゃないです決まずやっぱなるわけじゃよねえ言ってほしいんだけどはいはい あごめんごめんごめんとあなるほど別に悪気ないよ言われんと分からんもんあそうほんと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 顔見ましたナンバーワンの何々さんですそうそう俺は顔見たことないからねそうだよねそもそもはいはいはいでまた違う子が来てはいミックス隣にううんんあやっとだとははいい君かとナンバーワンはいや違います 私セブンです <laughs> 全然違う私じゃないみたいな三十、三十 <laughs> 34歳だったりしてまずいっていうのとかあったりするから <laughs> はい、はい、もうだからわけわかんないのだ,、ね、だから確かにあんまり意味がない <laughs> <laughs> ほ面白いなああいう一流を欲する人たちは一流を当てるからねちゃんと そう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 ワインの一流ブランドとそのあの500円のワインうんうん飲み違って分かりますからあそう一流じゃない人たちはセブンもエイトもワンも一緒すっていうかまあそんなそういう差はないわけだからあそうだから俺も間違えてるぐらいだからそもそも別にそんなな俺は僕はもう次からもうオンリーワン頼んでほしいですよね ナンバーワンじゃなくてあのオンリーワンお願いします。オンリーワン。そうそうそう。初めて行くお客あのお店だからオンリーワンもナンバーワンもないから。ないないない。ワンバーワンでいいよ。これないわけ。そうそう。ああこちメール来てます。行きましょうか。えっと野の中の銀の蛍さん。もっとやり取りしてますか。はい。 結局見栄っ張りとああ、そっちかうんうんうんそうですよやっぱり。ナンバーワン頼むっていう見栄を張ってるわけですからうんうんいうことですよ見えね見えなんだよなそうそうだからまあ見栄張るのもまあいいんじゃないですか見栄張ることいいですナンバーワンと飲むっていうだからこれね失礼になる時もあるよだからはいはい意味分かりますはいどういうことですかナンバーワンいますかみたいなではいはい 例えば、そのナンバーワンの子と対等だったら俺はそれ成立するのやと思うのよ。こっちナンバーイレブンがでしょ男サイドは言ったってイレブンでも達するいやもう明らかに部が悪いじゃないはははいいいそれはどうなんですかねどうなんですかまあでもお金は払ってますからねそのまあ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 あの指名料とかっていうのを払ってるわけですよねあそう、払ってるんですけどだからもうなんていうんですかね もうチップだよね指名料になってないもんだから12分しかいないんだからそれ指名になってないよね指名っていうのはあなたですよと一緒におしゃべりしましょうかこれ指名料になるわけじゃないドープですぐらいもうおしゃべりをドップするなら話は分かるんですけどもうまた次の席にファーって行いっちゃうわけだからあ確かに確かにだからあれがんかちょっと顔割れみたいな顔割れみたいな 感じですよね。で、うん、あのー、はい、帰りに、モスバーガー行って、うん、ミックスの今日の総括が始まるわけですよ。へぇ、えー。まあまあ、ナンバーワンも、うん、まあまあですね、みたいな <laughs>。お前、うるさい、うるさい。<laughs> お前、知らんかっただろ、どれか。お前、どれがナンバーワンか知らんかった <laughs> はい、うるさい、<laughs> だから、自分が指名したナンバーワンの子が、自分がわからないっていう、この、あったことないから。こんなことあるんだな、と思う。なるほどね。いろんな面白い紅ーがいますね。あもううちはね、もう、あの、いっぱいいますよ、飛び道具から。何からかりまでも。いっぱいいてね、日々面白い。だから、飽きないっすね。なんですか、この30を過ぎてから。 できた友達とかさ仲いい人は割とものどこまでも仲良くなるんじゃないかなとか思いながらまあ20代のうちいろいろ人を見るじゃない言うて10代20代でまあ俺も基本的に好きな人としか付き合わない生き方をしてるのでまあそうなってくるのかなとか思いながらうん確かに30代で気合ったらもうそれはね あ、そそそううう。今までこうね、酸いも甘いもあって、うん、で、結果、今、合うわけですから、あそう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 、もう割とね、でも割とみんな、えけどもう、俺、すくずく思うのが、僕がだから、小学校とかね、中学校の頃に、もう35って言ったら、もう大人じゃない、はいはいはい、もう神々の領域じゃない、もうもうだいぶ大人です、もう江戸ならあと5年で死ぬ、そそそううう。もう、神秘の、もう、 なんとか、正義とか、秩序とか、モラルとか、を全部もう金備えた人が35だと思ってたんですけど、もう、全然ないよね。全然ない。もう大変なことになってるね。全然ないですね。うん。もう、一番簡単な言葉で言うと、指名手がつかない。つかない。つかない。この35歳に対しての指名手がつかないです。つかないですね。現在。うん。あの、お金が増えたぐらいじゃないですか。あの、少年が。 もエイジさんとかも少年がお金持ってるみたいな感じじゃないですかこれ何がいいって少年が大人になってお金も持ってないんだよもう持ってたらそれはまだ笑えるかっこいいじゃない今のセリフは俺かっこいいと思う少年がお金持ってるぞみたいな俺もお金持ってないんよ結構な地獄ですよね まあもう年明けでね、ままああこの際だから言うんだけど、正直なところ、賞味。僕の口座なんですけど。いやいやいや、池崎ですかサンシャイン。いやいやいや、口座番号とか。口座番号じゃないですけど、今、残り残金っていうんですか。正直なところ行くんですよ、リアルに。4万2千円です。なかなかの。 なかなかですね、お金持ってない大人です。賞味ね、賞味。そうそうそう。とかいう感じなんですけどね。はい、ということでもう残すこと3分みたいですよ、もう。あっという間ですね、今年も一発目。そう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 。そうなんですよ。まあ、今年の抱負とかありますか、富田大先生は。今年の抱負はやっぱりあれですよ。 今年はね、健康第一。あ健康に。はい。来ましたよ来ましたよ。ギリギリで。かなさん。あ滑り込みましたね。滑り込みですね。これホームシティルと同じ感覚ですかね初見です。あどうもどうも。え沖縄検索で来ましたと。ああどうもどうもありがとうございます。またあの毎週水曜日ね夜10時から。そうそうそうトークショーのおべりドープンセッションかなさんもぜひよろしくお願いします。 そうなんですよ、だから、もう、今年の方は健康第一僕は健康第一。うん、いいですね。えいさんは年はね、あの、セクシーに行こうかな。セクシーに行くと言いますと、あの、どういうこと、腹筋割るとか。それ、セクシーセクシーでしょ。あ、だからそれも、腹筋もちょっと割ります、こと腹筋割って、白黒で写真撮りましょう。私やる。 それも俺、ちょっとねラジオの企画でもやろうかな腹筋割っちゃうかな腹筋割っちゃう割りたいね腹筋はもう終わりたいですよ、そりゃ俺の夢は腹筋で丸抜ゲームしたいっていうああ、これはあの、シックスパックでシックスパックであいいね、いいのをやって、あのなんていうんですかムッキムキの人に勝ちたい、この丸抜ゲームをあ俺がやりたいのはこのシックスパックに割って。 これをなんかあのアイスパックに見立てて風邪ひいてる人の頭に当てたり。面倒くせえ。面倒くせえそれ。豊富こんなのでいいの？こんなのでいいの？健康第一ですから、まあ健康第一セクシー掛け合わせると腹筋終わり。腹筋ああ結構ね行くのあの足イコールは腹筋終わるってこと。そうですね。うん。 まあだから35歳になってもだからね、もうバカが治らないですよね、うん、バカがもう、腹筋割ればいけると思ってるの、うん、いけると思って、もう、持てると思ってるかもう顔がどうしようもないんだよ、うん、<laughs> だ腹筋割ったことって要は腹筋見えないからな、<laughs> <laughs> 見えない、見ない、いやいや、もうピタピタのつけ、<laughs> あの、アンダーシャツみたいなのつけてありと <laughs> それ、プラスにならないと思うんだけど、<laughs> 上下、上下、ピタピタの,あのつけますよ、<laughs> ガンツスーツみたいな。 ていきます。今年ははい。ということでですね。もうお時間来てしまいましたけどはい。今年もね、たくさんのおしゃべりを元気にやっていきますので。また来週もよろしくお願いします。お願メールの方もたくさんありがとうございました。来週も変わらずねやっていきますので。変わらずやって。ぜひぜひ。またをやっていきよろしくお願いします。それではまた来週さサなら 面白そうです。